長期投資間違いない選び方、銘柄は何ですかと。あと、ポートフォリオはどんなものがありますか。アセットアロケーションはどういったものがありますかと。まあ、相談する人を聞きたいっていう人もいますし、証券会社どれがいいんですかと聞かれるんですけれども、いずれにしてもですね、インデックスファンド、そして手数料が小さいこと、まあ、ネット証券がいいかなと思うんですけれども、あとですね、まあ、銀行員とか、その辺のですね、ファイナンシャルプランナーに聞いても、特定の銘柄を紹介してくるので、まあ、独立したお金の専門家に相談するっていうのがいいですね。で、やっぱりですね、まともな人は、やっぱり伸びているアメリカ、まあ、証券で言うとアメリカ、そしてインデックス投資ですね、まあ、SP500 とか、そういったものをお勧めしてくると思うので、まあ、こういった方、ところにですね、3万、5万の自動引き落としでやると。